こんにちは、ハブエンチャンネルのしのです。あたしです。実は私こんなに髪の毛長くなったんですけど、よくコメントで、ねえ、しのちゃん髪の毛切らないの？いつまで伸ばすつもり？しのちゃんのショートカット見てみたい。というコメントが来るんですけど、実は私も髪を切る予定が立ってなくて、なのでお試しをしようと思いまして、ちょっとあるものをママに注文してもらいました。それがこちら。じゃじゃーん、これです。ショートカットのカツラです。まあこれじゃよくわかんないので袋から開けてみます。ちなみにこれはヌットです。うわ、これだけでもうめちゃくちゃ怖いです。こんな感じなんですね。それでは私髪の毛を切った風にしてきたいと思います。だってさ、もしさ、切って似合わなかったら嫌だよね。こういうお試しとか やればいいかなと思ってもらってもらいました。なんで私が髪の毛を伸ばしてるかというと、ヘアドネーションがしたくて伸ばし始めました。なんかテレビで見たことがあって、髪の毛が長い人がヘアドネーションするところで、それを見て、あ、そんな子たちもいるんだ、ちょっとかわいそうかも、しのも長いからヘアドネーションしてその子たちにあげた方がいいかもと思って、ヘアドネーションをするので伸ばしています。で、私のこの髪の毛で少しの方が嬉しくなる、喜んでもらえる、そういう感じがいいので今伸ばしてます。で、本当は年末に切ろうと思ってたんですけど、ちょっと私が寂しくなっちゃって、髪の毛とお別れするのが、なのでちょっと今いつにしようか私の中で迷ってます、という感じでした。それでは早速カツラつけてみます。ではここからママに手伝ってもらいます。ちょっと外そう。すごい、なんか本物の毛みたい。一応こういうネットみたいなのに入ってます。お値段はちょっといくらだったかな、この下に表示しておきますね。ではこのネットもね、買ったので、これ初めて、これは生まれて初めてこれはシーンで買いました。これをね、髪の毛を入れるやつです。これ生まれて初めてなんですよ。こんな感じのですね。うわ、これを頭にかぶるのかな、あれみたい、あのプールの、そうそう、プールみたいじゃん。ここ何これ。これで髪の毛を入れるんだよね、きっと。長いからさ大変。こんな感じですかね。はい、髪の毛を入れ終わりました。いよいよこのウィッグですね、カツラ、ウィッグをつけていきます。あ、後ろにちゃんとなんか止めるあれがあるよ。なんかこういう下の部分でこうパチンと止めるやつ、見えないか。では少々お待ちください。じゃあしのちゃんこっち見て。はい、できました。どうでしょうか。どう、なんかすごい自然というか、なんかいるよね、こういう感じで。いるよね。どう、いい感じじゃない。別にいい感じはいい感じなんだけど、うん、なんか私的には今カツラがかゆい。かゆい。どう、短さは、長さ的に切ったらそんな感じになるんじゃないかな。しのもうちょっと上ぐらい。ああ、がいいの。こんぐらい、こんぐらい上。変わんないけど。でもそんな感じ、どう。皆さんどうですかね。お、ポーズ決めちゃってます。こういう感じだと男っぽくない。いや、女子でしょ。じゃあ他のポーズを。お、いいですね。そしておっと。
の I don't be the not a パンダ子。パンダ子。はい、どうでしょうか。いつも長いしのですが、髪を切るとこんな感じになるという結果が出ました。はい。どうしの的に。しの的に、はあ、自分髪切ったらこんな感じになるんだと思いました。そのままじゃない。いいね。でちょっとね、髪の毛これ茶色っぽい赤っぽい色のウィッグになってます。はい、はい、ということで今日は私がもしも髪を切ったらのウィッグをつけてみました。すごい、私が髪切ったらこんな感じになるんだと思われて楽しかったです。いつか髪の毛を切ると思うので楽しみにしていてください。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。